こんにちは、ギズモードジャパンの金本です。いやー、ついに来ましたね。年に一度のお祭り、新型 iPhone の発売です。これ iPhone 14 Pro をチェックしていきます。今日はね、この iPhone にマッチする回線として KDDI のオンライン専用プラン POPO 2.0 も合わせて紹介していきます。もちろんこの動画はスポンサー案件です。なんですけれども、 POPO 2.0 でも取り扱っている eSIM っていう回線、これね、Apple も推している仕組みで iPhone と組み合わせるとすっごい便利なんですよ。そのあたりも含めて相性を見ていきますね。それではガジェットコーディネートやっていきましょう。じゃあ早速この iPhone 14 Pro の箱開けちゃいましょうね。これね、フィルムがね、全然使われてないんですよ。これ全部上も下も紙なんですね。まあサステナブルってやつですね。はい、画面を保護しているのも紙なんですね。はい、こちらが iPhone 14 Pro ディープパープルです。こっちの箱の中にはこのケーブルとかピンとか入ってるんですけど、まあ正直僕もこれ全然触らないんですよね。ケーブルそもそも持ってますし、 SIM ピンとかで、ね、もういらない時代ですよ。で、この iPhone 14本体なんですけれども、まあやっぱりね、Apple のこのビルドクオリティっていうんですか、ピカイチですね。まあこのパーツの継ぎ目がぴったり合ってるとか、まあコネクタなんかの要素がちゃんとバランスよく配置されているだとか、まあそういう細かいところまでよくできてます。まあなんていうんですかね、神は細部に宿るっていうのをもう本当に体現しているようなプロダクトですね。いや、それにしてもこの色のパープルいいな。これパッと見一色なんですけれども、角度を変えるとね、この光の印象が変わって見えるのがすごい上質感ありますね。これはやっぱりね、プロシリーズならではの仕上げですね。突然ですがここでクイズです。どちらが iPhone 13 Pro で、どちらが iPhone 14 Pro でしょうか。まあ、答えはね、裏返せば一目でわかりますよ。はい、こちらが iPhone 13 Pro、 こちらが iPhone 14 Pro ですね。まあ、一目でわかるのがね、このカメラのサイズですね。本体の幅に対して、まあ、今までもほぼ半分ちょい超えぐらいだったのが、もう今回から明らかに半分以上っていうんですか、まあ、60% ぐらい、幅の 60% ぐらいがカメラになりました。まあ、年々もこのカメラ性能って進化し続けてるわけなんですけれども、まあ、それがこのカメラのサイズに現れているわけですね。まあ、裏返してみて、このディスプレイ側見てみましょうか。この13まではノッチと呼ばれるへこみがあったんですけれども、14から、まあ、14 Pro はですね、そのへこみがなくなって、カメラやセンサーがこのディスプレイの真ん中に開けられた穴の中に配置されています。この穴の隠し方がまたうまくて、アニメーションするこの黒いウィンドウ、ダイナミックアイランドっていうのが配置されてるんですね。このウィンドウに例えばカメラとかマイクの状態を表示したり、まあ、バックグラウンドで動いてるアプリの状態を教えてくれるんですね。今年の iPhone はノーマルとプロでかなりはっきり差別化されています。去年のモデルからの進化を強く感じられるのはやっぱりね、 iPhone 14 Pro なんですね。まあ、お値段確かに高いんですけれども、それだけの価値はあると思います。この iPhone 14、まあ、世界各地で販売されるわけなんですけれども、実はね、アメリカの iPhone 14だけ他の国とは違う作りになっています。それは eSIM 専用スマートフォンという点なんですね。今までスマートフォンのこのネット回線や電話番号といった、まあそういう通信の基礎情報ですね、まあ、こういうね、 SIM カードっていう小さいカードに収められていました。これをスマートフォンに差し込むことで、このスマートフォンがネットにつながる、まあ、そういう仕組みだったんですね。 eSIM はその最新の規格でこのチップをやめて、電子的な情報をスマートフォンに登録することでネットにつなげられるようになったんです。この eSIM の何がいいかって、まず SIM カードがいらないので、スマートフォン本体をシンプルに作れるっていうところです。もうカードを挿す穴をいらないので、製造コストが下がりますし、例えば防水とか防塵とか、そういう面でもこれメリットあるんですね。こっちの箱の中に入っている SIM スロットを開けるピンがあるんですけれども、まあ、それももういらなくなるんですね。あのピンね、もうマジですぐなくなっちゃいますからね。もう一つのメリットは、手続きがオンラインで済むことです。物理的なカードがいらないので、まあ、オンラインで申し込んで、メールで回線情報を受け取って、それをスマートフォンに登録する、まあ、それで使えてしまうんですね。
お店行って順番待ちしなくていいし、まあ、そもそもお店に行く必要すらない。 eSIM はそういうね、次世代のこの新しい通信回線のシステムなんですね。アップルはね、これをめちゃくちゃ推してて、日本の iPhone はこれ eSIM 専用ってわけじゃないんですけれども、ちゃんと eSIM に対応してるんですよ。ひょっとしたら来年あたりは日本の iPhone も eSIM オンリーになってる可能性も全然あります。この eSIM って日本でも広がりつつあって、今日紹介する POVO2.0 も eSIM を扱ってます。まあ、POVO が新しいのは eSIM だけじゃないんですけれども、そこは後でじっくり説明しますね。早速じゃあこの開けたばっかりの iPhone にPOVO2.0 を設定してみましょう。回線設定のステップは、まあ、大体5ステップに分かれます。まあ、回線の申し込み、それから eSIM の有効化、 eSIM 情報の読み取り、通信回線の設定、最後に通信テストすれば OK ですね。まあ、開通作業はこれらの iPhone をみんな Wi-Fi につなげておく必要があります。今回はこの前のスマホに POVO2.0 のアプリをダウンロードして、あらかじめ回線を申し込んでおきました。するとアプリに回線の案内が届くんですね。まあ、ここからやっていきましょう。まずはですね、この古い iPhone のアプリで回線を有効化していきます。はい、するとこれで eSIM が有効化されました。 QR コードがこれ表示されます。次にこの新しい iPhone に持ち替えてですね、設定画面から回線をこれですね、 QR コードを使用、これで QR コードをスキャンすると、起きた。はい、これでeSIM のアクティベートができると。あとは、まあ、これが iPhone に初めて入れる eSIM だったらここで設定終わりなんですよ。で、最後に Wi-Fi を切断して、通信テストをしてみると、そうですね、サファリを立ち上げて POVO のサイトをリロードしてみると、はい、ちゃんと読み込めましたね。あ、出ました。はい、回線のスピードはまだそんな出ないんですけど、ちゃんとつながることが確認できました。はい、これで通信プランが追加できたんですね。まあ、MVNO とか、まあ、格安回線に慣れた人なら気づいたと思うんですけど、ここまで僕一文字も設定でキーボードを操作してない。これがね、今のやり方なんですね。 POVO2.0 ってこの eSIM の他にも新しいところがあって、それはね、料金プランなんですね。今あるモバイル回線って、まあ、ほとんどがそのベースとなる基本料金があって、それにオプションで追加料金を載せたり、まあ、条件を満たしたら割引を受けられたり、結構ね、この条件によって料金が上がったり下がったり、計算が複雑なんですね。その点 POVO2.0 は基本料金が0円なんですね。この状態だと時間ごとに料金がかかる通話と、あとはまあショートメッセージサービス、あとスピードが遅い低速のネットワークが使えます。で、ここにトッピングって言って、いろんなサービスをくっつけていくのが POVO2.0 の仕組みなんですよ。例えば、まあ、1ヶ月の通話し放題だったり、20ギガ分の高速データ通信、いわゆるギガですね、載せたり、あと変わったところだとスポーツ配信サービスを1週間だけ契約したり、まあ、そういう使い方ができるんですよ。自分がね、この本当に必要なサービスだけに絞り込んで契約できるんですね。で、まあ、例えばですけど、通信1ヶ月20ギガ分のギガと、まあ、5分以内の通話のフリープランをトッピングしたとしましょうか。まあ、このスマートフォンに、これで1ヶ月あたりの料金は3250円になるんですよ。結構な人はね、これで間に合うんですよね。で、もしギガ使い切ったら追加でギガ買ってもいいですし、他にも半年使える150ギガ分を割安で買う、まあ、そういうトッピングもあります。トッピングの内容もアプリでスイッチをオンオフするみたいに切り替えられるんで、管理もすごい簡単なんですね。以上、POVO2.0 の紹介でした。まあ、POVO2.0 って eSIM だったり、このトッピング方式だったり、何かと新しい仕組みをどんどん採用していて、そこがね、この回線の便利さにつながってるんですね。今ならキャンペーンもやっていて、新しく POVO2.0 を使い始めた人に7日間のギガ使い放題トッピングがプレゼントされます。詳しくは概要欄をチェックしておいてください。まあ、この iPhone はもちろん、新しい世代の Android にも eSIM 対応端末って結構増えてるんですよ。なので eSIM はこれからのスタンダードになっていく仕組みだと思ってます。新しくて便利なものを探している人なら、もう回線はね、この POVO2.0 がマジでおすすめしますよ。以上、おきりものジャパン、倉本でした。さよなら。